ゲシュム島は、イランの島。ペルシャ湾のホルムズ海峡上に位置し、本土とは、クラレンス海峡によって隔てられている。ゲシュム島、キシュム島、キシム島などとも表記される。1996年2月に撮影された、ゲシュム島の衛星写真、ゲシュム島は、イラン南岸のペルシャ湾に位置し、バンダレ・アッバースやバンダレ・カミールといった本土の港町と、 数キロの距離で向かい合っている。全長は135キロメートル、300平方キロメートルが無関税区域に指定されている。ホルムズ海峡の軍事上重要な地に立地しており、60キロメートル南にはオマーンのホサブ港、180キロメートル南にはアラブ首長国連邦のラシッド港がある。幅は最も広い中央部付近で40キロメートル。 最も狭いところでは9 4トルしかない。総面積は1491平方キロメートルで、バーレーンの2.5倍の大きさ。島の東端に築かれた、ケシュムシと本土のバンダレアッバースは2 2トル離れているが、島と本土は最も狭いところで2トルしかない。年平均気温は、摂氏27度で、6月から8月にかけてが、 最も暑く10月から1月にかけてが、最も寒い。年平均降水量は183.2ミ、mm、リメートル。島には59の町村があり、10万人が暮らしている。島民は、漁業、ダウセン建造、商業、サービス業で生計を立てている。さらに行政、出稼ぎ労働者、学生など3万人が流入している。 探検家のウィリアム・バフィンは1622年にこの島でポルトガル軍と戦い致命傷を負った。イラン本土と島とをつなぐ橋梁を建設する計画が持ち上がっている。ポルトガルが築いた城塞イスラム教が成立する以前の文献にも島に関する記述が確認されている。エラムは透明をケッシュム、ケッシュムなどと表記していたほか、 キーシュ島やトゥンブ諸島などとも混同していた。ギリシャのクラウディオス・プトレマイオスは島をアレクサンドリアとかアラシアと呼び、ローマ帝国のマルケリーヌス・アンミアヌスもアレクサンドリアと呼んでいた。ペルシャ湾の玄関口という地政学的に重要な立地からエラム、ウマイやアサ、アッパースアサ、さらにはポルトガルやイギリスの勢力からしばしば攻撃を受けた。 その三害は未だ半然としない。サーサーン朝支配下では、島は、アバルカ湾と呼ばれた。各種資料によると、ケシュム島は交易と海運の中心地として知られ、とりわけ、ディアラメイ時代とブワイフ長時代には、中国、インド、アフリカの船が行き来していた。チャーク警告機関産業は漁業だが、小規模ながら、ナツメヤシやメロンも栽培されており、 南東部の海沿いでは塩も取れる。ゲシュム島の原生林などは、エコツアースポットとして知られている。環境保護論者らによると、世界の鳥類の1.5%、イランの鳥類の25%が毎年、このイラン発の地勢公園に渡ってくる。他には、ポルトガルの城塞、歴史あるモスク、聖モザファールやビビマリアームの聖地、多くの地匠、マングローブ林などが、 観光名所となっている。数軒の半球形の建物、潮の洞窟、渋デラーズ村の亀深城、多くの港や鳩場も名所となる可能性がある。第一次十カ年計画により、1991年に法が改正され、無関税区域の設置が認められると、キーシュ島、ケシュム島、チャーバハールの3地点が無関税化された。さらに、島は、 欧州と極東の間の最大の自由地域を目指し、貿易の産業の自由地域に様変わりした。様々な分野での経済成長を促すため、島には政策の自主権と中央からの独立性が与えられた。1988年7月3日。 イラン航空のエアバス A300 が島の南でアメリカ海軍のミサイル巡洋艦ビンセンスに撃墜され290人の民間人が死亡した。機体はゲシュム島南岸の 2.5km 沖に墜落した。ありがとうございます。